おはようございます。2022年2月18おはようございます。2022年2月18日金曜日、時刻は8時46分、気温は5度、寒いです。出勤です。まもなく踏切です。はい、改めましておはようございます。岡崎は今日は晴れですね。快晴ですね。ちょっと上お見せしましょうか。快晴です。もう上後ろを見ても雲一つない快晴という感じですね。ただ残念ながら明日明後日土曜日日曜日はどうやら崩れるみたいですね。ちょっとシリさんに聞いてみますか。明日の天気は？明日は雨が予想されます。最高気温は12度、最低気温はマイナス1度でしょう。明後日の天気は？日曜日は強風になるでしょう。最高気温は9度、最低気温は1度でしょう。強風だそうですね。雨とは言ってませんでしたね。雨とは言ってませんでしたが、強風になるということでちょっと注意が必要ですね。ヤフーの天気予報だと明日明後日雨が降るみたいなので、お出かけ予定の方はね、ちょっとスケジュールを考えて出かけないといけないかもしれないですね。以前の動画でもちょっとお話ししましたけれども、日光東照宮へ家族で行こうかという話を最近ちょっとしておりまして、まあ長男くんがね、4月から仕事に出ますので、まあできれば2月3月中、2月はちょっと厳しいかな、3月、コロナのね、まん延防止なんちゃらかんちゃらがなんちゃらかんちゃらでいつもすいませんが、解除されたらね、行きたいなと思っております。まあそのついでにね、私は恥ずかしながら、まあ恥ずかしながらというか、靖国神社へお参りに今行ったことがまだないので、ついでにね、行きたいなと思った朝でした。てなことで、最後までお聞きいただきありがとうございました。皆様にとって良い一日となりますように。それでは今日もかっ飛ばしていきましょう。快晴です。